よし、よっしゃ、久しぶりの一匹ジャバロン97。よいしょ、よし、ジャバロン来たよ。丸飲み、よいしょ、ジャバロン、バス君、はい、バイバイ。おお、元気。ルアーはジャバロンの97金黒。沈めると食ってくるね。泳がせてたら全然、なんていうか、追いきれない。もうすごいゆっくりなんだけど、ゆっくり沈めたらやーっと食ってきましたよ。はい、というわけで帰ってきました。今回はですね、こちらのジャバロンネオの97、これでなんかバスが釣れたよっていう感じなんですけどね。釣れたバスは結構小ぶりなサイズだったんですけども、こいつをですね、ゆっくりブリン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 って泳がしていると、後ろからもう40後半ぐらいのやつがこう追尾してくるんですよね、等間隔で。それでちょっとハマっちゃって、あれなんとか釣れないかなって何度も何度も入り直したりしてたら、タイムアップの時間に最終的になっちゃったんですけども、まあただですね、これのルアー、他のですね、結構ギルシルエットのワームとか、その他のスモールラバージグとかいろいろ試したんですけどね、そういったのだと結構小バスが先に寄ってきて、食いついちゃったりしてっていう感じなんですけども、あとまあギルの、猛攻にあったりですね、なんですが、ジャバロンだと細長いパーツってわけじゃないんですけど、ギルとか寄ってきてここら辺かじってもなくならないし、まああとはですね、ほんとこれの動きだけは追尾してくるっていう状況だったんで、ただまだスポーニングが終わってちょっと体力回復中っていう感じなんですかね。アグレッシブに夕まずめまで待ってみたんですけど、追いかけ回してカバーって食うっていうところまではまだ回復していないみたいで、なかなか難儀したんですが、まあ、これを投げてちょっと目で見えないレンジぐらいまで落として、でそこからゆっくり浮上させながら泳がしてくると、非常に、なんだなんだっていう感じでデカバスが、見に来てくれたっていう感じなんですね。で、まあ釣れたのはそれでポチャーって投げて、一番沈めたら糸が走ったっていう感じなんですけどね。ただまあだいぶ天気予報なんかでも雨マークの日も増えてきて、で体力もバスも回復して出してるんじゃないかなっていうところなんで、これのタラ巻きの釣りなんていうのもこの後だいぶ効くシーズンになってくれるんじゃないかななんていう風に期待しております。で、まあ、バネが仕込まれてるんで結構投げ倒しましたけどね、全然まだまだ使える状態で1日戻ってくることができました。はい、というわけでですね、今回はこちらのジャバロンネオの97、これでブラックバス釣れる、こういった動画でした。はい、釣りCoTV。